い、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、今日のおそらく、まあおそらくというか確実に、15時ですね、12月15日の、15時に呪術廻戦、ファントムパレード、まあ呪術廻戦ゼロの後編が、まあイベントストーリーが追加されると。そして、同時にですね、まあ、おっこつくんと、15日はおっこつくんかな、15日はおっこつくん、そして18日はゲトースグルが、登場しますので、まあ、そのガシャ動画、詳しいスキルとか、まあ、そのあたりの、性能とかは、前回の動画、昨日ですね、昨日の動画やっておりますので、ぜひ概要欄からちょっとそちらご覧ください。で、今回は、そのおっこつくんとかゲトーではなくて、呪術廻戦、ゼロ後編のとか、あと、お得な情報ですね。そちらをちょっと紹介したいなと思います。まず、お得な情報からちょっといこうか。はい。こちら、お知らせにも書いてあるんですけど、呪術廻戦ゼロ、開催記念ガチャチケットプレゼント予告ということで、もう、やっぱりね、ありがとう、本当に。もう、なんか、太っ腹。太っ腹なんですよね、これ。呪術廻戦ゼロイベント、開催を記念して、後日開催予定のガチャで使えるガチャチケットをプレイヤーの皆様にプレゼントいたしますということで、報酬受け取り期間、まずおっこつくんの、まあ、受け取り期間は12月15日の15時からですね。獲得アイテム、ゼロガチャ第2弾チケット ×10 ということで、まあ、10連ガチャが引けると。おっこつくんの、ガチャが、10連無料で引けるので、これはもうぜひ皆さんまずログインして、ただで引けるので引いてもおっこつくんを出しちゃってください。はい。そして呪術廻戦ゼロ、第3弾、これはこちらゲトースグルですね。ゲトースグルは、12月18日から、まあ、10連無料で引けるので合計20連ですね、無料で引けます。ぜひ、こちらログインしていただきたいですね。はい。あと、まあ注意事項はまあ特に大丈夫かな。はい。で、あとお知らせで言うと、新しく来てたのが、ログインボーナスですね。はい、こちら、ログボが、来ましたということで、12月15日、15時より、まあ今日の15時ですかね。はい、開催、ログインボーナス開催しますということで、1日目、ファンパレガチャチケット2枚。そして、2日目、AP パックさんはマジで嬉しい。これは嬉しい。そして3日目、ファンパレガチャチケット、2枚。そして、4日目が、JP、3万。そして、5日目、6日目と、まあ、ここはまあ、1万1万と。で、7日目でファンパレチケットガチャなんで、合計、ファンパレチケットガチャ6枚と、AP パック3枚。そして、経験値やら、そこら辺が全部一気にもらえるということで、これもぜひ、ちょっと7日間ね、ログインしていただければなと思います。はい。で、ここまでが一応まあ、お得情報というか、になりますね。で、こっからは、呪術廻戦ゼロ後編の、まあ、内容となるんですが、まあ、そんなに、めっちゃ紹介があるっていうわけではなかったんですが、先に言っておくと、まあ、今、こう、画像出してると思うんですけど、呪術廻戦の、まあ、ストーリーの、まず動画が流れました。そしてですね、どうやら、プロデューサーさんになるのかな、が、その、おっこつくんと、その今回のストーリーの、おっこつくんとゲトーすぐるの最後のステージでは、アニメにも出てない、アニメというかね、映画にも出てない、原作にも出てない、完全オリジナルストーリーがあるらしいです。はい。オリジナルの描写っていうのかながありますので、ぜひそちらもまあ楽しみにというかね、していただければなと思います。これはちょっとね、もう完全オリジナルらしいから、どういう描写になるのか全くわからんのだけど、まあ、そちらちょっと楽しみにしましょう。はい。そしてですね、その呪術廻戦ゼロの、後編の、キャラクター、主なキャラクターの中にミゲルおりました。はい。で、その公式放送でもプロデューサーさんが、まあやっぱり開発スタッフともミゲルはやはり強くしないといけないという話をされてましたね。やっぱり五条先生に無傷で12分間か、耐え続けた男ということで、まあ、ミゲルをどれぐらいどんな感じに強くするか、そちらも楽しみにしていただければなと言っていたので、まあ、ミゲルは相当強い。だからもしかしたらミゲル倒せないかもしれないね。なんだろう、倒せない、倒せるっていうのじゃなくて、時間経過、その時間までミゲルを、なんかそのミゲルを、そのなんだろうな、攻撃を耐えろじゃないけど、なんか
その前までにミゲルにちょっとある程度のダメージ与えたらミゲルが逃げますみたいな、時間稼いだぜみたいな、倒すじゃなくて、なんかそんな感じにもなるかもしれないですね。うん、それぐらいやっぱりミゲルってその防御力高いし、でしかもさ声優さんが山寺宏一さんじゃん、超楽しみなんだけど。いや次のストーリー楽しみすぎるな。はい、まあでもあれだね、五条先生のさ、あの呪術廻戦ゼロの五条先生はまだキャラクターとして出てこなかった。でまだわかんないか、第3弾わかんない、第4弾で、まあ、五条悟って可能性もなくはないよね、この今の流れで言うと。12月年末年始まだまだ行きますよみたいな。まあでも呪術廻戦コラボが27日までだから多分ないと思うんだけど、さすがにね、15日18日とゲトウスグルまで来たからさ、まあさすがに五条先生はないんだろうけど、まあそこもちょっと期待したいよね。それか来年とかね、呪術廻戦ゼロ、公開1周年みたいな感じで、五条悟っていうのが出てくるかもしれないです。はい、というわけで、こっからちょっと画像を交えて、紹介させていただきます。はい、ということでこちらですね、新規実装、回想残滓ということで、こちらも呪術廻戦ゼロのおそらくそのガシャから出るのかな、イベント限定なんだよね、劇場版限定とイベント限定があって、おそらくバイバイ元気でね、右下のバイバイ元気でねがイベントで出て、で残りの3枚はガシャから出てくるって感じなのかな。いや絶対最強の2人とさ、マジであのこれは欲しい、最強の2人。いや学生五条先生とかも出んかな、ガシャで。いやこの残滓は絶対ゲットしたい、普通に飾りたいもん。であとさ、遅かったじゃないかこのシーンもね。いやまあストーリーで出るからちょっと言わんけど、あんまり多分ストーリーで出てくると思うんですよ、この呪術廻戦ゼロの後編のね。ちょっとここもね、いろいろ思うところはあるというかね。うん、で、冬、新たなる一歩ということで、こちらも、かわいいね、パンダが。うん。まあ、この4つの残滓が登場ということでね。まあ、何個がガシャの残滓になるかわからないけど、うん。まあ、右下はイベントクリア後みたいな感じかな。まあ、バイバイ、元気でねってことで、多分、最後、というかね。まあ、あんまちょっとやめようか。こういうネタバレちょっとやめましょう。はい。まあそういうのをね、そのあるので、まあちょっとこの残滓も出てきましたよってことで、まあちょっとそれも全部もちろんゲットしていきたいなと思います。はい、そして次なんですけど、劇場版マップイベント、マップ紹介ということで、百鬼夜行の舞台新宿京都、呪術高専のマップが登場します。はい、こちらなんですけど、マップ、要は今までってさ、イベントマップってそのストーリーとは別ですよ、ストーリーとは別になんとマップも出ます。はい、だから、ストーリーとはストーリーなんだろうな、ストーリーはストーリーでちゃんとあって、劇場版マップイベントもだから2つイベントが多分あるってことになるのかな。はい、なると思うんですけど、そちらで新宿京都呪術高専3つで バラバラで選ぶことができると。だから多分3つステージがあるんじゃないかな。だから相当ボリューミーな、イベントになるかなと思います。はい、でさらに、まあ、劇場版マップイベントの報酬ですね、そちらイベント報酬になるんですが、回想残滓、まあ、これがおっこつくんとあれかリカちゃんかで、怪獣ですね、怪獣で回想の、これ群章っていうのかな、 SSR 残滓の覚醒するやつですね。で幻影メダル、もうこれは大事よ、本当にこれは大事、もうこれは絶対ゲットしとこうみんな。でガチャチケット、さらに AP パックと、豪華な、イベント報酬になりますので、まあ、今回は相当豪華なイベントになるんじゃないかな。だからもう絶対このイベントだけはやりましょう。またこれに関しては動画作ります。はい、ぜひそちら見てください。そしてこれがね、個人的に一番僕は今回の動画で伝えたかったことでございます。今後のアップデートよ、予定を一部公開ということで、まあ先に言っておきます、一部なのでこれが全部じゃないと思います。1月で、あ、じゃあこれないから、じゃあ新しいイベントないんだとか、そんなんじゃないと思うんですよ。とりあえず今一部なのでね。はい。で、12月。まあ、12月に関しては、おっこつくん、そして、ゲトウスグル、そちらがま、出てくるけど、まあ、でもね、12月から1月の間でなんか来ると思うんだよ。これね、キャラクターに関しては何も触れてません。だから、まあ、新キャラクターが、まあ、何かしら多分ガシャで出てくると思うので、まあ、それは触れてないですね。はい、そこだけちょっと先に、まあ基本的にはイベントとかそれに関しての話なので、はい、
で、12月は基本的にアップデート、まあ、あのですね、はい。で、まあ、新キャラとかは、まあ、別として。まあ、もう、正直、もう、呪術廻戦ゼロのね、後編があるんで、ここは12月はもう、メインストーリー、マップイベント、あの、新しいコンテンツっていうのは、もう、ここは、なしでいいと思うんですよ。で、1月から、なんと、メインストーリー、10章公開ということで、早くもですよ。早い！もう1月に来る！ということで、10章公開。はい。プロデューサーさんも言ってたね。あの、皆さんがストーリーをクリアする時間が早すぎてびっくりしてますって。うん、僕もみんなのコメント見てびっくりしてるもん。え、もう9章いったみたいな。まあ、10章公開ということで、まあかなりやっぱりこのファンパレっていうのはね、そのストーリーは難しく作られているので、まあちょっとじっくりじっくり、もちろんクリアしていきたいなと思います。まあ10章に向けてちょっとがっつり、強くなっておこうかな。そして、一応先に言っておくと、メインストーリーは2ヶ月おきに、更新予定ということで、いいね。だから1月出たから次3月で次5月みたいな、早いと思うんだよね。かなりストーリーありがたいわ。これはで決まってるのはありがたいですね。はい。そして1月あの月ごとに言いますね。下に行ってきます。はい。12月末から1月上旬だから、要は年末年始だね。年末年始、毎月月始めはストーリーイベント開催ということで、まあこちらはあの板取くんとかさ、吉野純平くん、まあそれはちょっとストーリー違ったけど、誰かをピックアップして、そのキャラクター、そのキャラクターをピックアップしてイベントを進めていく。大体でもそのピックアップしたキャラクターがガチャに出てきたりするんだけどね。まあでも吉野純平くんの時はちょっと違ったからな。まあでもそれをピックアップしたキャラクターが新しい SSR となって追加されたりとかすると思います。はい。そして1月下旬から1月末、毎月の月末もマップイベント開催と、まあこれがおなじみになるんじゃないかな。1月末から1月上旬、1月、まあ下旬と末ですねの月の初め、そして最後、そこでまあイベントとストーリーイベントとマップイベントが開催されるという感じになるのかな。だから1月の中旬は基本的にイベントとかマップストーリーの追加はまあ何か知らない限りありませんよみたいな。この今回みたいな呪術廻戦ゼロっていう特別な大型な、まあ、イベントがここに出てきたりするっていう形になるかなと思います。はい。まあアップデートはちょっとあの後で説明しますね。あ、まあ後っていうか、まあ基本的にそのアップデートはまあ下はまあ基本的に12月から2月はこんな感じですっていう、ちょっと文字だけ見てもらったらわかるかなと思います。はい。微調整みたいな感じですね。そして2月新しいタイプのイベント開催予定ということで、これね、新しいタイプっていうのはまあおそらくどうなんだろうね、新しいタイプっていうと、そのイベントの要は塔とか1階から5階、1階からなんか10階とか1階から50階みたいな、そういうイベント、今までだと進めていくとかストーリーをやっていくって感じだったけど、モンストみたいなさ、そのね、あるじゃないですか塔、そういう感じで出てきたりするかもしれない。それで、まあ、そのどんどん1階から2階上がっていくごとに報酬がどんどん豪華になっていってみたいな、そういうのが来たりするんじゃないですかね。はい。で、まあ2月は基本的に一緒ですね。毎月の初めと、毎月月末はマップイベントとストーリーイベントと、そしてアップデートみたいな感じですね。そしてそれ以降、まあこれに関しては月は明言してなかったんですけど、僕のこれ予想していいですか。新しいコンテンツ追加予定、これオンラインだと思います。分かんない、確定ではないけど、オンラインの可能性が僕は高いのかなと思っております。やっぱりファンパレってまだオンラインがないんですよ。オンラインがないんだけど、一番下先に言っておくと、まあ全部説明したからいいか。一番下 PC 版準備中なんですよ。ついに PC でできると。そして PC でできるってことはオンラインにも対応し始めるんじゃないですか、さすがに。なのでこの PC 版がなってから新しいコンテンツとしてオンライン、まあどんな感じのオンラインになるか分かんないですよ。その本当にリアルタイムで戦わせることができるのか、それともそのシャーマンキングとかあれだね、あれ7つの滞在のさ、ゲームのような感じで相手が、でも7つの滞在、ごめん、最初の頃しか知らないからあれなんだけど、相手はその一応プレイヤーではあるんだけど、その CPUでもプレイヤーのメンバーではあるみたいな。だから戦うときは相手は CPU だけど、一応そのなんかね、セットしといた敵ですよみたいな、プレイヤーがとかになるのか、それともスコアチャレンジのようなオンラインで
その戦ってスコアでランキングみたいな、それになるのか。まあ一番理想はもちろんね、対人ですよ、完全対人。まあでも一応できなくはないと思うんだよ、はっきり言ってしまうと。言い方あれなんだけど、まあそれはこのファントムパレードすごいクオリティが高いゲームってすごいみんなやっぱり言ってるじゃないですか。で、あの言ってるし、そのこのクオリティを維持するのすごい大変だと思うんだけど、言うて一応コマンドアクションではあるから、その思いとかラグとかっていうのはあまり、まあちょっと少なめにはなると思うんですよね。そのやっぱりあの本当にバトロワとか動かしてとかそういうのではないじゃないですか。あのボタンポチって押すみたいな感じだから、一応容量的にはまあめっちゃ高いっていうわけではないと思うから、だから一応オンライン対人戦やりやすいとは思うんですよ。バウンティーとかさ、あれすごい多分容量が大変だと思うんで、あれすごい大変だと思うんですけど、ではないので、まあそうなってくると、まあ対人で戦って勝ったらランクアップみたいな、であのまあね、ランクアップ、ランクマッチ制とかフリーマッチとかもあって、そういうのとかちょっとやっぱりあったら嬉しいかなと思います。はい、まあ今でも十分楽しいんで、全然スコアバトルとかでもいいんだけど、あとレイド的なね、レイド、あ、新しいタイプでなんかレイドとかもありそうだけどね。まあでもレイドに関してはオンラインができてからかな。まあそういうのとかも、まあできたら、まあちょっとスクナを倒そうみたいな。レイドとかね。で、協力してみたいな。いやー欲しいな。あとチームとか、あの、ギルド的なさ、その要は、同盟とか作って、チーム作って、そのチームで、その、ランポイントとかを競い合って一番上を目指すみたいな、チームランキングみたいな、そういうのとかもやっぱりあったら面白いよね。はい、まあというわけでちょっと、盛り上がってしまって話が長くなってしまったんですけど、まあ本当になんかその世間のやっぱりその評価とかツイッターのトレンドとか見る限り、やっぱり本当に正直心で正直内心めっちゃ安心てかホッとしてます。はい、まあ何をホッとしてるのかっていうと、神ゲーっていうかね、本当に両ゲーとして両ゲーで良かったなっていう、やっぱりね、本当に両ゲーっていうか僕の中ではもう神ゲーですね。やっぱり運営さんもすごくあの対処が早い。はい、で、あの本気でこのゲームをそのなんだろう、伸ばそうって言った言い方あるけど、盛り上げようっていうのがすごい伝わってくる感じもするし、やっててなんだろうな、あの正直さ、まあ今だから言っちゃうよ、その言っちゃうけど、ファンパレが要は延期になりましたってって言ったじゃないですか。その改善、あのちょっと品質向上のためにみたいな言った時、本当かなって正直思ってたんですよ。本当に本当みたいな。でもこれを見るとやっぱりそのクオリティを見ると、やっぱりその1年待ったのはこれは間違いじゃなかったというか本当だったんだなって、うん、それはなんか馬娘さんのような感じの、それぐらい、まあそんな感じのね、やっぱり本当に品質向上というか、うん、よかったと思います。1年待ってよかったって正直思ってる。はい、なのでこれからもね、ファンパレ、まあ本当にキャラクターに関しては言い方あれだけど無限にいるんでね、無限って言ったらあれだけど、死滅回遊編のストーリーとかもね、もうどんどんできるし、でまだ渋谷事変まだいっぱいあります。で、五条先生だって、挙式、今赤だけど青紫無料空所いくらでもあります。はい、なんだったら学生時代の五条先生、イタドリくんだって、まあ、経営権イタドリくんとかね。はい。それこそ、ちょっとネタバレになるか。ネタバレになるか。決戦。うん。長宗のね。長宗とのね、うん。とかね。まあ、そういうのいっぱいできるから。まあ、ちょっとまだまだキャラクターはね、これからどんどん、まあ、本当にもう、1年、2年、3年、4年、5年、6年、7年と、まあ、どんどん長期的なね、アプリで、やっていっていただければなと思います。僕ももちろん、ずっと毎日更新し続けますので、よければサムズアップさん僕をなんかイベントに出してください。連絡待ってます。来るわけねえだろ。はい、じゃあ皆さん、今回この辺りで終わりたいなと思います。でもちょっとリアイベあるっぽいんで、サムズアップさん、今なんかストアやってるじゃないですか。あれをなんか予約できるらしいんで、僕ちょっと抽選ちょっとやろうかなと思うので、はい、よかったら気になる方はぜひね、呪術廻戦ファントムパレードの、公式ツイッター、チェックしてみてくださいませ。はい、というわけで、じゃあ皆さん今回この辺りで終わります。この後、15時ですね、15時から、ガチャがありまして、16時におそらく、おっこつくんのガチャ動画出しますので、ぜひ見てくださいませ。はい、というわけで、あ、ストーリーもその後18時に出します。ぜひご覧ください。ということで、じゃあみんなお疲れ様さ、バイバイ。